分くらいでお風呂入ってで20分髪乾かしてスキンケアしてでなんかちょっと最近お腹ポニョポニョになってきちゃったからちょっとなんか少しばかり腹筋とかしてお皿洗ってお片付けして12時までに眠れた。思い出したね、公開収録ありがとうございましたツイート私してなかった。あちゃー、でも一旦ちょっといちごミルクの方を飲ませてくださいあたちに。そう、今日はミルテンの日なんですよ。いただきます。そうだから寝る前ってね2時間はね2時間3時間は必要なんですよ。この前もこの時間10時半ってね大事な時間、本当に私は眠らないと元気のね元気な子供になれない。うん、おいしい、うん、そう前に大人の方がね多分20歳でおめでたいからからかなあのねプレゼントをくださったのこのいちごミルクの素。甘い飲み物大好き、いちごミルクで生きていきたいくらいには本気で美味しくて。まあそんなおみるちゃんは配信始まる前にお家に着いてすぐにお腹がペコペコすぎてあの珍しく久しぶりのサラダチキンを温めて食べましたよ。キャンチくまみみありがとう。なんかちょっと今日カメラの位置がいつもと違うな、漏れないな。わたくまみみありがとう。サラダチキンは分かんない、チキンじゃない、サラダお野菜は食べてないもん。ぺちゃっこいさん結婚してる、あ間違えた、見間違えちゃった、結婚しててありがとう。うーんですね、そう、あったかい方がねサラダチキン食べられる。ミルテンの日見たよ、ミルテンの日のねツイート、ミルテンって検索したらいっぱい見て嬉しい。そう、下にイチゴいっぱい溜まってるの、これはねどうやっても沈んでっちゃうんだわ。そう、だから作って食べてる、イチゴミルクですよー。タイタンくまみみありがとう。ゆきなちゃんくまみみありがとう。そう今日ねとある大喜利をね、いちご凍ってないよ、もう本物のいちごがここにいっぱいいるんだよ、そのおいしいいちごミルクの素をいただいて、面白い大喜利をねみんあの時間がなくてね発表できなかったんだけど、そうみんなに何て書いてたのって大人の方とかに聞かれたから答えたら「めっちゃ面白かったじゃん」って言っていただいてね、ちょっとキャキャキャってなった。うん、いちごミルクはね一気に飲むとちょっとねあの甘々になるのでゆっくり飲むのがね大事ですよ。ミルテンツインテールが絡まったことまだない、ツーショット界の髪型決まってないけど、あれ自分でやるやつだよね多分、私たちも詳細ちょっとまだ分からないんだけど、多分自分でお話し会通りだったら自分でメイクとか髪とかお洋服やるはずだから、ツインテール系の髪型ですとか巻き下ろしに何か髪飾りですとかですかね。
そう、この大きい巻きがめっちゃ大好きなの。なんかボワンボワン、これも今練習中。この巻き方わかるかな、ボワンボワンっていう巻き方がすごいねお気に入り。普通の巻きも好きなんだけど、こっちの方がねなんかバランスが良くなる。こりゃねじりハーフティーは猫ちゃんみたいなの可愛いでしょ。あとみんなにね報告しないといけないことがあるんだ。ジークの耳ありがとう。では発表します。最近健康診断がありました。スルル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 ルはい、そうなんですよ、身長が伸びました。よしということで、まあ、ほとんど160センチと言っても過言ではないという感じで嬉しいです。だいたい身長何センチですかって聞かれたら、153とか、まあそのくらいですかねとかちょっと言ってたんですけど、正真正銘の153センチになることができました。よし、もう健康診断は絶対にね、絶対に絶対にそうなので本当に嬉しいです。 153.2cm になりました。そうやったね。低血圧がちょっとくらいでした。あとは全く、あとは健康がある。そう最高、視力も良くなってたし、なんかイエイ。はい、そんな感じでしたね。なぜか体重もあのここ数年で一番低くて、ちょっとね、でも今いっぱい食べてね頑張ってる時期なので頑張ろうと思いますよ。いい感じにね、まあまあまあ全部いい感じだったということで、すいません、いちごをかき集めてます。今日も早く寝て毎日頑張る、毎日健康で。でもみるちゃんがこんなに元気なのは絶対睡眠はあると思う。お肌も絶対関係して、みるちゃんはそこまでね、なんだろう、あれあれになることはねなかなかあったらね、だいぶねよっぽどな時なんだけど、すごい落ち込んじゃう。はるかちゃんくまみみありがとう。そうけど本当になるべく絶対12時には寝ようって考えて、12時とか1時までには絶対寝ようとねしているので、おすすめですよ本当に、ね、どうしても難しい時とかはいっぱいあるけど、できるだけという感じで。はい、おりますよ。ももこちゃんくまみみありがとう。でもみれちゃんは12時間、ライブの次の日とかがもしお休みだったら12時間は余裕で眠れて、で普通にお休みの日ですよって時は9時間とか寝てるかな。そうでもお仕事ある日はなるべく5、6、7くらいはできるようにしてますね。寝落ちはおみるちゃんはその寝る前に絶対マウスピースをつけなきゃっていうのと、着圧タイツを履かないと眠れないので、そうなるべくねちゃんとスキンケアとかしてからね寝るようにしてますね。眠るの大好き。
でもおはぴストーリーって意外と起きたてじゃない時も結構あるんだよね。朝ちょっとバタバタしてた日とかは10時台とかにおはぴしてたりとかもあるんだけど、そう起きたてじゃないんですよ意外と。おはぴストーリー起きたての時も、朝めちゃめちゃ早い日は起きたてだと思うけど、そう意外とねもうシャキシャキと動きながらやってる時もありますよ。そうそう、だからたまにね今起きてない、今起きたてじゃないよアピをたまにしてるんだけど。おいしい、いちごミルク、おいしい。いやでもおはぴって言われたら今起きたんだろうって思うよね。それはそれはそう、生まれたてですか私は。エアコンの音ですよ、寒がりなもんで。そう、なっちゃんがみるちゃんの写真あげてた、嬉しい。そう今日ね楽屋のお席隣だったの。そう今日のライブはね、この間のサンリオもだったけど、あのイヤモニなしだったのでね、皆さんのお声がしっかりとダイレクトにくしゃみさんという感じで嬉しかったです。ミニライブ嬉しい。ダンスレンテンありがとう。よいしょ、配信の終わる前に書かせていただくね。まゆちゃん、くまみみ、ありがとう。ラスラスのダンスキレキレ、ほんとよかった。ラスラスはほんとに集中しないと、ほんとにまあ多分まだ私たちもさ披露するしてる回数が少ないのもあると思うんだけど、ほんとに集中しないとね、1個間違えるともう終わりなんですよ。まあ全部の曲そうだけど、1個ずれるとねもうすぐバレるし、そうバレるっていうか目立っちゃうし、一個間違えると次ハワハワハワってなりやすいのでね、そうもう神経をと思って振り入れの時のことを教えていただいたことをシャッと頭に浮かべて、ここはこれを気をつけるって思いながらやってます。私もラスラス大好き。わかる？足が八王子駅と王子駅、難しいよね本当に。なんか私もそういう間違いしたことあります。あ、なるほどみたいな。目白と目黒とかね、何が違うんだろうねって思ってた。オクトピアね、武蔵野森5周年コンサートの夜公演、私足の指をつってしまって、もうすごい10分以上足がずっと逆方向を向いちゃって、つりすぎて、いや本当に痛すぎて涙が止まらなくて。
この間詳しくお話はさせていただきました。そうそうなんです。自分でもすごく悔しいのでちょっと健一さん、かわいいワンちゃんをありがとうございます。本当に最近は TikTok でね、なんかかわいいワンちゃん、猫ちゃん、ハムちゃん、今日はね、ハムちゃんが、ハムちゃんってこうやるんですよ、ふんふんって、お顔、頭をね、こう毛づくろいっていうの、こうやるんだけど、それがめっちゃ可愛くて、私がハムちゃん飼ってた時もなんか私の飼ってたハムちゃんはもうこれがめっちゃ速くてこうビュー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 ってすごい顔を超えるからもうめっちゃ可愛くって、目をギュッてしたままねフーってやるの、もうめっちゃ可愛いの。それがそうだから、その映像を見てたりとかしてます。そう、超可愛いのとか、なんだっけ、なんかの食べ物、トウモロコシかな、トウモロコシ、なんかヤングコーンを口にねこう入れてむにょーんってほっぺが伸びてるハムちゃんの映像があってね、そう、それがめっちゃ可愛くって、そう、もうね、私もやりたい。公開収録楽しかった。なんかさ、皆さんの笑い声とかがあるのすごく嬉しい。なんか自信がね、持てるというか、なんかよかった、ふきふきって感じ、楽しかったです。あとちょっとで11時になる。11時過ぎに終わりにします。ここからが戦いですよ皆さん。おみゆちゃんは果たして、あ、でもツイートもしなきゃいけない。ツイートをして、ツイートをして、ツイートをして、お風呂に入って髪を乾かして、準備をして、お皿を洗って、ちょっと腹筋、見る天の日のハッシュタグ、ハッシュタグ見る天の日かな。いや12時半、1時までに眠れたら今日は OK にしよう。腹筋最近してないの、だから今お腹ポニョちゃんなの。だから頑張る。でもちょっとお眠なんだ、正直言うと。本当に眠くてもうダメだったらお風呂は最悪、明日の朝に入る。そんなこと、とおみーちゃんから聞きたくないよね。から頑張って今日のうちに入ります。聞いて、きっとおみるちゃんとかね、見てるのは眠る前に、寝る直前にもうお部屋を暗くして画面だけを集中して見ています。お腹はね、朝一番のお腹一番ぺったんこな状態だとね、割れてる、ギュッてお腹に力入れたらフヨッて薄っすら入ってるくらいです。まあつまり割れてます。うん、で、これはあれです、あのタワーをくださった方のお名前を忘れないようにしっかりとここに書かせていただいて、服かわいい、嬉しい。そう、これはね、リハとかの時にちょうどいい、かわいい。すごい、めっちゃ明日の予定が気になる方がいる。明日の予定は、おみるちゃんは地球の上でトコトコトコとしますよ、皆さんと一緒に。
ね、いつ何があるかわからないからね、こう未来のことはね、花さんはもしかしたら大人の方にネタバレですよとか怒られちゃうかもしれないから。でも明日の朝の予定はベーコンを焼くことです。こちらが明日の朝の予定となっております。ベーコンを買ったんだけど、ちょっとねまだ使えてないのでベーコンを焼く目標です。朝ベーコン、いやカリカリまでいかない、ちょうどいいベーコンにする。眠い、ノーノー眠くない。いかがでしたか、おみるちゃんの予定は。ねえ、私眠くなるとさバレるよね。そうよくねバレちゃう。はい、ミルクマミミありがとう。目がねだんだん半分になっちゃうの、なぜか。そう、眠眠にあんこなの。でも今日だって朝めっちゃ早起き頑張ったもん。しょうがないよね、楽しかったんだもん。眠くない顔できます。あ、そうだ、ミルテンの日はミルナニの MV のその私のセンターが発表された日なので、カエルちゃん描こうかな。あっという間ですね、本当に。すごいあの日は緊張した。なんかそう、しかも今でも覚えてる、オンダちょっとってこうやって呼んでいただいてなんかしたかなって思いながらドキドキしてたらだったんですよ。そう、ミルナニの価値とか音源を聞いたのは今日なんですよね、2021年の。あ、じゃあ今日じゃない、あ今日あ今日じゃないわ、撮ってたのはもっと前だから。皆さんに発表されてたのは今日なんですよ。それがいきますよ。レンテンありがとう、レンテンのテンでもあるね、ありがとう、大好きだよ。ミルテンの日です、これからもよろしくね、ありがとう、褒め、ありがとう。よいしょ。ね、カエルちゃん可愛いでしょ。私ヒューストンで買ったカエルさん、え、そう、ヒューストンで買ったカエルさんのね、なんかアクリルキーホルダーみたいなのがあるんだけど、それ本当に私なの。なんか水色も使われてるし、紫の帽子かぶってて、お目目がキュルキュルで、え、もう私じゃん、超かわいいの、お気に入り、宝物。え、そう、いっぱいアクリルキーホルダーがある中で1個だけあったのだから、これは買わなきゃと思って、でもお金の計算の仕方がわからなくて、けど一緒にお金を数えていただいてゲットできたの。よし、いきます。
ケンチンさんありがとう。ケンチンさん大好きだよ。見る天の日、これからもよろしくね。ありがとう。褒め。ありがとうございます。よいしょ。公開収録楽しかった。ありがとう。みるちゃん可愛すぎた。よかった。ありがとう。レンテン。今日楽しかったです。何があっても一番好きだと思います。ありがとう。一番好きって言ってもらえるの嬉しい。そして何よりも楽しんでもらえてよかったです。カエルぴょーんぴょーん、ありがとう。爪かわいい。あ、ネイルも見せられるね。カエルってこうなんか作る途中で全ての爪を見せられる。かわいい。親指も見て。そう、本当に爪が可愛いと元気出るんだよね。こう街とかこうふわーって歩いてもさ、可愛いと思ってまた歩みを進める。そんな感じです。ちょっとみるちゃん本当にもうおねむねむになってきたので、終わりにしようと思います。ランキング読んで終わりにします。13位、おいぼしさん。12位、ももか、合ってるかなお名前。12位、ももかちゃん。11位、10位、はるかちゃん。9位、スカイブルー。8位、ぶちさん。7位、ゆきなちゃん。6位、まゆちゃん。5位、たいたん。4位、キャンチ。3位、ドゥルルパン、わた、ありがとう。にぃってるー、バン、レンテン、ありがとう。1位ってるー、バン、ケンジーさん、ありがとう。ありがとうございます。ということで、皆様ありがとうございました。明日は月曜日なのかな。明日からはね、土日がお休みだよっていう方はもしかしたら明日からお仕事だとは思います。お仕事や学校だとは思いますが、共に一緒にエイエイをしましょうね。そして今日は皆さん早めに眠れますようにね。明日休みだよって方はしっかりたくさん休もうね。ではでは、またね。ありがとう。公開収録を見れての日もありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。